美味しいコーヒーフェア。まあ世の中の人は知ってるんだかどうだか。まあトンガのあの噴火の津波があって、コーヒーベルトは甚大な被害を遭ってるので、まあこれは俺の予想なんだけど、コーヒーは2倍の価格に跳ね上がるんじゃないかな。まあどうだ、当たりかどうかは知らねえけど、まあどうなることやら。ただでさえ今コーヒーの値段が一気に上がってるわけで。